はい、今回は山登りが楽になる、2倍になるクライム装備を取りに行こうと思います。場所はここの洞窟ですね。ここの洞窟にまず1つ目があるっぽいです。ただ垂れ流し動画なんで 大して面白くはないです。とりあえずこいつら倒しますか。いきなり2匹いるっていうね。え、ちょっと待って。え、いきなり何も攻撃せずに、いきなり攻撃せずに飲み込んでくるの、こいつ。ちょっと待ってや。何？いきなり攻撃せずに。普通なんか攻撃してから弱点打算。強っ。え？こんな強いもの出すの？で、ここで、あれ？あ、じゃあこれ明かり板取ったらちょっと滑るパターンじゃない？これ。あれ？どこでしたっけ？やべ。ちょ、わからん。どっかの滝の裏にあるんですよ。どこの滝でしたっけ？あれ？あ、迷いいるわ。ここでしたっけ？やべ。わからん。あれ？ここ、あそこ入り口だから、そこの下かな？この滝の下にあるんですよね。多分ここだと思う。ありました。まず1つ目ゲット。ついでに取っておきます。はい、二つ目取っていこうと思います。ここはね、場所はここなんですけど、なんか滑らずの薬持ってった方がいいかも、いいらしいですね。多分余ってたもんで、これですね。7分で攻略できると思いますけど、一応飲みます。え？ちょっと待って。飲んだんですけど。飲んだんですけど、滑るんですけど。は？は？なんなのこれ。うわ、かなりうざいですね、ここ。うわ、かなりうざいですね。なんなのこれ。嘘だろ。滑り軽減なんで完璧ではないってことですか？え、マジっすか？うわ、全然軽減されてないんだけど。なんだこれ。急で、何これ。え？行けなくない？向こうまで。
無言になりますね、これ、集中して。あれ？あ、あれ、ありました。よかった、思ったより、楽に行けた。あ、二つ目ゲット。てか、全然軽減されてない気がするんですけど、気のせいですか、これ。この薬。次行きます。はい、では行きたいと思います。ここはちょっとめんどくさいというか、一番ちょっと難易度が高いかもしれませんね。僕はもう現在結構強化してますんで、いけると思いますけど。まだ一匹います。え？死んでないし。え？強くね？こいつ。何？なんで外れるんだ？こいつ強いの？え？当たらんし、何こいつ。は、嘘。どうやって倒すんでしょう。え？ちょっと待って。え？ああ、なるほどね。これを。もうちょい向こうに寄せて。乗れるようにして切る。なんかおるな。いた。無視でいいですね、こんなの。爆弾場のあるな、爆弾場。で、こっちが分かれ道になってて、向こう出口になってますんで、こっちが正解っぽいです。いかないと。うざいな、この敵。ほんとこの敵うざいっすよね、こいつ。なんなの？あ、いけ！なんで？こいつも無視でいいや、もうめんどくせえ。あれ？ちょっと待って、この上かな？やべ、この上だとしたらやばい。滑る。うわ。どうだろう。うわ！やっば！トーレルーフでいけるかな？いけます、あ、いけますね。ちょっと待って、ここ、え？
嘘だろ。こっちか。あっちかな。え、こっちから来ましたっけ？やば。ちょっと待って、わっきゃわからない。おかしいな。とりあえず。マジか。何？こいつすげえ倒しにくいんだけど、こいつ。もういい、もう。ちょっと待って。入り口がない。どこだ？おかしいな。この上もしかして。あ、ここか。全然。で、これを上に上げて。あれ？これで。こっち行くんですか？え？ちょっと待って。え？やば。ちょっと待って。え？あ、こっちですわ。やった。やっと揃いました。で、迷いはどこにいるんですかね。迷い全然いなかったっすけど。でですね、まあ、揃ったんですけど、問題は素材ですよね。素材が、何でしたっけ？キースの羽、エレキキースの羽、あ、違うわ。1段階目、キースの羽、合計9個。55だけ9個、10ルピー。あ、合計30ルピー。あれ？ちょっと変なところに飛んだぞ。ここじゃない。ここじゃなかったか。あれ？ちょっと待って。うわ。ここに飛びたかった。ありますかね？キースの羽。キースの羽ありますけど、55だけ3つあったかな。これ2段階目しないと効果発揮しないらしいんですよね。マジか。うわ、55だけが3つ足りない。マジか。マジ
ちっすか。ということで、攻略動画これで終わりたいと思うんですけど、はい。皆様、55だけ不足に気をつけてください。はい。では終わります。